ハロー、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はゼノンザード第130回配信を撮っていきたいと思います。さあ本日、シャーロットさんの2章4話解禁されましたので、こちらを読んでいきたいと思います。前回結構確信に迫る内容でしたね。そう、探偵事務所に戻ってきておりますな。やっぱりこのタロットカードの挿絵、なんか気になるんだよね。ええ、どうかした？いいよ。ううん、なんでもないよ。うん。それより、明日は対戦だ。早く休んで本番に備えた方がいいんじゃないかな。何しろ、僕らの GS 出場権がかかった大切なバトルだからね。ええ、GS？ グレード S ステージ、通称 GS と呼ばれているザ・ゼノン参加者であれば、誰もが憧れる夢のステージだ。ビホルダーグループ主催の年に一度しか行われない公式大会の一つで、 GS に出場するには対戦で勝つ他にプレイヤーとしての人気も必要で、ごめん、わざわざ説明しなくても君ならこのくらい知ってるよね。A、もちろん知ってる。 B、知らなかった。 A、もちろん知ってる、うん、だよね。そういえばメディアからまだ情報をもらっていないんだよね。あ、最初の時の取引したやつだね。A、情報？前にメディーラの船で開かれた大会に出場した時の商品だよ。ほら、優勝したら何でももらえるってやつ。情報が不確定のものが多いから整理して渡すとかなんとか言ってたけど、ところで君は何を希望したの？ええ、実はまだ迷ってて。そうか。そっか。まあせっかくだし、今特に欲しいものがないならじっくり考えてからでもいいんじゃないかな。メディーナのことだから、時間切れだから向こうよみたいなケチなことは言わないだろうしね。やっほー、シャロッチー、や久しぶり。やノノッチにキーラン、2人とも相変わらず元気そうだね。うん、毎日しっかり鍛えてるからね。当然だよ。この可愛いよね、この2人。イエイ、ノノッチだってファンのみんなのためにいつでも輝いてないとね。えねえ、それより例の件ってどうなった？ノノッチもすっごく気になってた。シャーロットちゃんと噂の女子くんとの秘密デートの行方。マジか、この2人だったのか。ああ、それなら詳しく。キーランちゃん結構好きなんだね。そうだな。まずは映画に行って。かわいい。定番だね。あとは2人で新しいソファーを選んで。もう新婚さんじゃないですか、これ。まさかそれって同性フラグ？公園を散歩してパンの買い食いをした後、なんと女子くんからプレゼントをもらいました。すごい。まさかのプレゼント？それってすっごくデートっぽーい。ああ、彼女たちのことは知ってると思うけど、紹介はまだだったね。彼女たちは楽曲制作プログラム出身のノノイン・ギルオンと、アスティート養成プログラム出身のキーラン・カッチラム。あなたのハートにラブイグニッション。ノノッチって呼んでね。よろしくお願いします。キーランだよ、よろしく。皆さんどのような関係で？ああ、ノノッチとキーランは僕の大切な友人で、コードマン恋バナクラブの会員なんだ。ちなみにもう分かってると思うけど、親密デートを進めてくれたのはこの2人さ。はーい、そうなのです。まああれがアドバイスになったかは怪しいけどね。なるほど、把握。さて、僕らの今日の対戦相手って確かキーランだったよね。そうだよ。キーランとの対戦って久々だよね。楽しみだな。私も。させないよ。ただし、恋は全力で応援するけど、ゼノンザードで負けるつもりはないから。頑張ろう。シャーロット、お互い恋もバトルも全力で頑張ろう。そうだね。もちろん、望むところだよ。ひょっとしてバトル行く？バトルはね、なんかちょっとめんどくさいんだよね。あ、来ますか。お互い恋もバトルも全力で頑張ろうね。次のコードマン恋バナクラブも楽しみだね。もうちょっとゆっくり聞けばよかったかな、今のとこ。もうちょっと会話があったのかな、ひょっとして。しまったな。あ、恋バナクラブはこの3人なのかな。僕がついているから何も心配することはないさ。負けないよ。見せてあげるよ。僕の調査能力と推理力を。でもね、個人的な意見だけど、シャロちゃんがリードしてくれる気がするんで、キーランはこっちがリードしてあげた方がいい気がする。なぜ？ちょっと待ってよ。一回引っ込めてカード引きたいかも。あ、そうか、さっき移動させたから。しまったな。じゃあもう殴っとこう。一応平井あるし。とにかく現状カードを出せないな。次の段でこのミニオンをベースへ移動させようか。あ、今出しちゃうか。ただね、エヴォーカーが1体しかないんだよな。ベースに移動させよう。この手札を選択するのはどうかな。奥の手だよ。あんまり良くないな。砕いちゃえ。やっと2体エヴォーカーがやっと2体来た。順当のようだね。このカードをベースに配置してこれでよしっと。ライフにアタックするのはどうかな。ちょっと我慢して、ね、これも確定かな。相手まだないしね。残念だったね。覚悟。このミニオンを選んでみては。ライフにアタックするのはどう。ちょっと我慢してね。外さないよ。トレーニングが足りなかったかな。さてこの先どうなりましょうか。君と僕とで掴んだ勝利だ。間違いなくこれが真実だよ。優秀な助手がいてくれて嬉しいよ。これどうしようかな。ストーリーここまでだったか気になるのはヒュー太郎さんも気になる、全員気になるんだけどね。もう飴はない。ガチャ券が56枚か。10パックで30%ぐらいだったっけ。ちょっと待ってよ。まあ引けるとこまで引いちゃおうか。とりあえずゴールドがちょこっとだけありますので。これでまず1枚。まあ。これで待ってよ。1枚 1.5。あ、15% が10枚で。15%。あとはめちゃめちゃバトルすればなんとかなるのかな。でもね、1バトル 5% ぐらいしか、ごめん、0.5% しか上がんないんだよね、1バトル。そうすると、次のストーリーを読むのに、200戦ぐらいしなきゃいけないのか。しんどいな。で、このガチャで、とりあえず、あるだけ引いてく。今多分 16% ぐらいかな。まだ持ってないカード多すぎ問題。これ持ってなかったんだ。あ、これ持ってなかったな。なんか結構これも有名なカードな気がする。みんな割と、紫の人は使ってたイメージ。15。これで31。70体ぐらい、70% ぐらいになれば、あとはバトルめっちゃ頑張れば、なんとかストーリー読めるのかな。何時間かかるんだろうけど。これが、初ゲット。意外とあれだね、最初のパックのカードも意外と持ってないっていう。30の46かな。新しいカードたち。多分46。次でまだチケットあったっけ。ここれで61になるかな。61。そしてちょっと待って、一応確認。61か。もう10パック。あとは最終日に触って 6%、 そしてホーム画面に連れてって 8% でいけるか。あ、違った、ここじゃない。とりあえずこれで50パックかな。50パック引いたので。75%かな、76%か、76%。よし、じゃあちょっと残りは調整用に使おう。あと6枚ありますけど。よし。で、あとはちょっとバトルとかいろいろ頑張って上げていきたいかなと思います。では、130回ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。では失礼します。